北海道初の道南キャンプ富士吹高原キャンプ場ですが、ここまで来たら降ってくれた方が気持ちいいわ。やだよ、本当に今年の天気に恵まれねえな。熊に注意、怖いよ。1週間前に出てます。熊踏まったな。霧の中に入っていきます。霧の中へ。いやー、雨うぜえな。いや、さっき言ってたじゃん、雨の方がすがすがしいと。お前ここまで来たら降ってくれた方が気持ちいい。全く見えない。やばくない？霧の時ああやってやんなきゃいけないんだっけ。確か地獄に習った気がする。霧の時はなんかそういうのをしなきゃいけないみたいな。でで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 、着きましたけど何にも見えない。ふさふふ、着きました。ぎじひき高原キャンプ場です。険しいな顔が。どこに立てよっか。そこら辺にする。とりあえず立てよっか。間に木地引き高原キャンプスタート。ここから？オートキャンプ場ってここから近いの？あ、ウェザーニュースはずっと曇りだね。ウェザーニュースも近いの？泣く泣くの撤退。霧やばすぎて何も見えないのでキャンプ場変えます。もうキャンプ地とはできませんでした。結局なんかバンガローがどこにあるのかも見えなかった。あー、せっかく来たのにショッキング。まあしゃあない、まだ朝早いから また来よ。どういうことですかこれは。辺境の地へ向かっております。上磯公園ダムだっけ。怪しい怪しい、どんどん行く先怪しいよ。もうやだよ。またあれ霧の中にしてる気がするんだけど。待って、マムシ出没注意。これか。マムシ着きました。さて話し合いの結果ここになるのでしょうか。ならないのでしょうか。すべてはこの夫婦にかかっております。今日はここになりました。無料キャンプです。イエーイ。無料に勝るものはない。ここをキャンプ地と。ちょっとずつ晴れてきました。晴れ夫婦のおかげです。キジ引きは全曇りでしたが青空が見えてきました。じゃあ設営も終わったし肉食べるか。しっかりと炭も起こしておきましたので今日のお肉、ドゥドゥン、牛若。あ、牛若。くー、今日はおしゃまんべぶりの昼夫婦が来てくれました。パチ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 。焼いていこうや。おお、専用の塩コショウ。いいね。いただきます。はい。うん。あ、熱い熱い。何やってるの？何やってる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 ？うまい。ちょっとビール忘れてた。ビール。うん、さっき飲まずにはいられない。ルちゃんコップある？ないの。ありました。よかった。あ、ビアが。うわ、やばい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 。ちょ、もう飲もう飲もう。やばい。顔やばい。規制入る規制。
じゃあルナの退職祝いということで。なんかさ、家の近くの居酒屋にさ、ペットボトルのこれあったよ。本物で、これって飲むの？さっきから手になんか焼肉のせたりも本当に。はい、じゃあ乾杯。じゃあじゃんじゃん焼こうぜ。焼こう。焼こう。確かにやべえ。焼肉の後は小餅ししゃもでございます。小餅、あ、小餅僕が取りたかったね。もう一回丁寧に書道の払いのように止めてやるよね。こういういたよね、こういう人。俺や。はい、お餅。めっちゃ汚い。いい匂い。吉岡のカレーだから味何つけんの？このまま食えない。このまま食うんだよ。行くで。これがうまいのよ。いや、もうしっかりマヨ用意してる。いや、マジうまいでしょ。うまい。青森県民が言うししゃもの食べ方、マヨネーズをつける。うーん、うーんかい。うわお、すごい降ってきたね。あ、なんでこんな降ってんだろう。ハレ夫婦のおかげです。皆さん、オニヤンマってご存知ですか？虫の大敵なので、今全然虫がいないんです。私の母親がプレゼントしてくれました。母親がこれ絶対喜ぶから食べな、食べなじゃないやって言ってくれました。びっちょびちょやん。ごめんな、毎回雨に当てちゃって。まだ4針くらいなのに、ほぼ100発100中で雨に当ててごめんな。めっちゃ降ってるやん。撥水はまだある。うん、まだツーって流れてるから染みないもんね。ドゥドゥー、エコキッチンクリーナー。なんかこれを使えば洗剤がなくても食器をきれいに拭けるっていう。これだけでいいんだって。あの水で洗わなくていいんだ。うん、予備洗い、予備拭きはしたの？予備拭きはしなきゃいけない。オンになった。あ、違う、油めっちゃついたんだけどさ。うん、おめっちゃ綺麗じゃない？え、すごいね。すごい。これでも食べていいんでしょって。うん、これは便利だ。あ、全然変な匂いとかないね。うん、綺麗。買ってよかったね。うわー、すごい。水なしだって。水なしで1個だ。皆さん、これおすすめです。もうあんま買ってるとこなくない？売ってるとこ。あ、そうそうそう。オッケー。ではでは。おー、どんな感じかな。お、お、いい。お、やばい、うわ、やばい。ふにゃふにゃ。ふにゃふにゃだね。おー、すごい。さっきよりやばい。嘘。大成功。ひとり1個。いい匂い。あー、黄金の甘い。チャーハンあるよ。ちょっとはまる？なんか綺麗にはま。大丈夫？はまるね。落ちない。ではこれからチャー入ります。向井さんたち、今から時間との戦いですので。どこか行こう。
いい感じの種類だ。まずベーコンを炒めると贅沢やな、今日のチャーハン。いやこのコスパ肉がやりたかった。ナイス、行こう。ゴー、うまい。行きますよ。あれあれ、もう火力なくなった。いやあるよね、全然あるよ。何これは、これから混ぜる。ご飯プレートご飯プレート、いいじゃない、卵。いいじゃない、混ぜて。ご飯と米、ご飯と米、ご飯と卵、卵。ハムも混ぜ始めていいんじゃない。ハムじゃないです、ベーコンか。あ、ベーコンめっちゃ焦げたやん。うまそう。お、もうチャーハンじゃん。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいやん、いいやん。これさ、すぐよそわないとダメだね。はーい。ちょっと早いわ、調理が。うまそう。たった6分でできちゃいました。結構辛かれてどん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 って感じだった。まあいいと思う。ありがとう。そう、じゃあお久しぶりの直火チャーハン。あんまりチャーハンが聞こえない音聞こえる。バリバリって。焦げ、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 最後言いましたから。誰も美味しいって言わないんだけど、最初の焦げ美味しいって言い方。中食べてみて、中味薄いな。わかる、嘘。ポイニスプレミアム、ごちそうさまでした。お、え、え、お、チャンネル登録と高評価お願いします。